はい、皆さんこんにちは。こんにちは。リビオロです、今日はですね、ゲストに前戸サミオプロと高田博樹プロに来ていただいております。はい、今日はもういきなり投げますよ、はい、いきなり、はい、お今日はですね、たまたまなんですけど、まあ、使ってるボールが ABS、はい、まあ、契約ですね。そうですね。で、前戸さんはサンブリッジ契約で、僕も今最近はこうブランゼッキのボールを使うことが多いので、おー、 ABS さん対サンブリッジさんみたいな感じにして、はい、スカッチで5フレームで対決したいと思います。はい、はい、では早速いきましょう。はい、オープン。じゃあ早速いきます。僕はナノデスエイトを投げます。あっちで今ブーってなったから、いや、本当ですよ、びっくりしました。今絶妙なタイミングだったんで、はい、私はジェニス投げさせていただきます。パールも発売中です。よろしくお願いします。挟みますね、コマーシャル。まーす、どのボールですか？めちゃめちゃ曲がってくれるいいボールです。なるほど、投げようとしたら。行きます。ストライク出ますか？これちょっとマイナス10ピンじゃないですか？行きます、行きます。おお、これちょっと僕らに伺ってますね。それちょっとまずいですね。まずいですね。すごい緊張してきちゃいましたけど。どうしましょう、じゃあ。私はこれをちょっと投げてみます、ね。で、これでーす。ドンってやった。ちょうどいい感じで抜けなかった。これスカッチでしたよね。はい、だから別に、まあ、4分の3揃えたんですか。実はここで井村さんはやるやつなんです。やるやつ、残してもカバーしてくれるんですよね。必ずこういう感じがやるやつ、こういう期待には必ず応えてプリズムハイブリッドツアーです。なんかブラブラします。一人だけちょっとなんかハイブリッドで、もうフラグがだいぶ出ちゃうんですけど。よし、どんなボールですか？いきます。おえ、びっくりしますよね。違う、あっちになったんです。あっちになった。難しいな。絶妙なタイミングなんで、ちょっとびっくりしたんですね。すごいですね。だいぶ接戦ですね。ね、そうですね、これ最新作のフラワーバタフライモデルです。背中にバタフライがいます。太田さんは来てないですか？太田さんはその前のやつでブランドですね。じゃあ行きます。素晴らしいですね。完璧ですね。さあ、すごいね。ダブルヒートすごいですね。めちゃめちゃいいんですよ、あれ。ボール変えてもいいですよ。ボール、いや、まだゼニスで投げれそうなんで。だいぶ煽ってきますね。いきます。前藤さんもまたこれです。神。おお。すいません。多分左側のピンなら大丈夫です。多分右だったら僕ダメなんですけど。
しょ。え、スペアボールで行くの？曲がるボールで普通に。曲がるボールで行くんですか？ちょっとまだ面白くするとこじゃないんで。あ、普通に。当たりますよ。わかりました。当たりますよ。曲がる。え？あれ？びっくりした。あれ？タガプロは意地悪ですね、結構。これも優しさです。優しさ、そうですね、はい。じゃあこれはさらっとさらっと当たりますね。ナイスタバです。よし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 。じゃあ太田プロお願いします。チームですけど本当に味方なのか。ちょっとこれまずい、まずいですね。まずい、頑張らなきゃ。これね、最高ですね。僕らでもユニフォームもね、お揃いなんで。お揃いですから。こちらスティールさんとコラボしたやつ。そうですね。そうですね。一作組めのやつですね。はい。こちらユニフォームも付けて買いますので。はい。ぜひお願いします。行きます。おっ、いけ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 。これまだ全然わかんないですよ。いや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 、やっぱね、面白くしてくれると思いますよ。まあ、そうですよね。でもね、負けるの嫌いなんですよね。まあ多分ね、ナノデスエイトが発揮してくれるんで。発揮してくれますか。緊張する。で、これどんなボールなんですか。え、どんなボールなんですか。あー、やばい。ああ。じゃあ、ここの裏三種回によっては私は投げなくても大丈夫。そうですね。あ、これはもうさらっと。もうね。素晴らしい。すごい。よかった。それは。どういうことか。これ、そうですね、苦手なピンが。高田さん、これ外したら、はい、一緒に、ね、罰してもらってどうですか。あ、いいですね。あ、じゃあ、三村さんがストライク出たらいいです。あ、わかりました、わかりました、わかりました。どんな条件が出る。まずじゃあ、僕が出せばいいですか。はい。わかりました。今日はダメですね。まあ、じゃあミスったらね。いいんですか？いやいや、わかんないですよ。あー、食べちゃったな。はい、さすが。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ラスト行きましょうか。盛り上がりにかけてるけど、テンション低くないですか。だってこの差ですよ、この差。あんまり活躍できなかったなと。いや、私のせいです。はい、じゃあバトルゲームでやるでしょ。バトルゲーム、今日はこの極激辛焼きそばっていうのがあるんですけど、俺の新しいやつが出たんですよ。取っちゃって、じゃあ、お分けにしましょう。激辛カレー。カレー味。極激辛カレー味です。じゃあ、失礼して。もうこれ、俺食ったんですよ、もう。あの、カレーは食ったことないんですけど、これ、前のやつを、4箱ぐらい、売れてないですか？ 4 箱ぐらい食ったんですけど。4箱？でも、
カレーになってる分多分マイルドになってると思うんですけど。ああ、なるほど。じゃあこんぐらいですか。あの時ほどのオーラは感じてないですよ。じゃあこんぐらいです。じゃあ三村さん余裕そうですね。余裕だと思います。一緒に出ました。一緒に出ました。はい。じゃあ、はい、全然いけますか。いただきます。いただきます。もうなんかブーブーなんで。せーの。結構いけましたね。笑ってる。大丈夫ですよね。三村さんこっち向いて、なんか耳まで真っ赤だけど。すごい。すごい顔が。どういう辛さかちょっと説明してもらって。食リポ。食リポお願いします。カレー？いや刺してる。口に入れたくなったら。辛いのだって。カレー痛い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 。これでカレーの分最初大丈夫なんですよ。タッチ悪くなってこれだったらすごい遅れちゃってる。高田プロは興味はないですか。大丈夫ですか。もうこのリアクションでお腹いっぱいですね。反応ですね。ちょっと待ってください。一回多分ムースにしたなら一回試した方がいいと思います。ちょっとカレーですんで、はい、一口マジですか。一口です。ちょっとあの前田さんが撮ってないところから、はい、あまあ、太田さんちょっと病気になっちゃうんで、私の代わりに松茸を食べますか。松茸は後で美味しく食べるんで大丈夫です。でもね、もう匂いが、まあ、関西人でしょうね。そりゃめっちゃ美味しそう。そりゃやってくれますよね。ちなみに辛いもんって大丈夫ですか。全くダメです。嘘でしょ。嘘でしょ。え、マジで。それちょっといや、待ってください。ちっちゃくない。よく見てください。ちょっと小さくないで、チームメイトが。チームメイトが。チームメイトが。でも今日、天秤立ってるし、あのぐらいでいいんですよね。太郎さん、ちょっとよく見てください。顔の色全然変わってないんですよ。いや演技かもしれない。演技派プロボーラーです。演技ですね、多分。なるほど。三村さん、なんか声がひっくり返ってる。演技です。何演技です。お化粧取ったら、出会いになってるんで。マジで、いきます、はい、じゃあ、一口でグッとこう。これぐらいで。はい。大丈夫です。いいと思うけどな。見ていきましょう。はい、マジですか。はい、大丈夫です。僕もこれ演技なんで。喉大丈夫。やば。これ咳しちゃ止まんないやつですよ、これ。水。え、やばい。なんか後引くからさ、後引くからさ、さっきから来るの痛い、痛いです。なんで今食べてるんだろうって感じで。いやもう、あんだけ頑張った。あんなに頑張ったのに。あんなに頑張ったのに。え、今から4ゲームです。あ、これでカプサイシンの方。あ、はい。代謝が良くなるんで。皆さん、ごちそうさまです。取られた。水が辛さでしょ。これも飲みたいのに。水が辛さを誘う。あー、やばい。もう、あの飲んでないと痛い。もう、この辺。あ、もう、何これ。もう楽しかったですか。ふわふわ沼にはまりますよ。ちなみに僕調べたんですけど、前土佐って名字はなんか日本に20人ぐらいしかいないみたいです。いやそれ今言いますか。あの救世主が現れたメンバーチェンジ。中顔してる。出た、救世主。救世主が来ました。ありがとうございます。
嘘でしょ、ここで終わるかと思ったのに救援選手来た、終わりました。では影谷と今日は見えてないところで、今日は影谷と今見えてないところで松田がお尻を叩かれましたね。本当に食ってるんですか、これ。だからそういうドッキリ、いや、もう全部行った方がいい。これをじゃあ対談してくれるのが松田です。あ、じゃあ本人曰く、はい、デブのただの食事をお届けしましょうか。本当にもう美味しくいただきます。バクバク食べれるところ気持ちいいね。うーわ、おーあれ後悔早くない？早いよね。早いよね。え、それなんか食事にもなってなくて。たくましい。あ、でも止まるんだ、それ。さっきのタクはたくましいだった。たくましいのタクだった。途中で止まった。そこから先がどうなるか。ポロポロしてた。顔についたら顔見たそうだよ。ごちそうさまでした。これ叶いましたね。あの彼の初出演がさっきも話しましたけど、前戸沢さんのあの叶いやつだったんです。はい、覚えてますか？覚えてます。嘘ですよね、絶対忘れますよね。左汗がなんかにじんできた。大変ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。また会いましょう。頑張りましたく。元祖辛いもの娘。そう、辛いもの娘なんですよ。あの今日はお腹をすかして辛いものをたくさん食べてもらおうという企画らしいので、ちょっと楽しみにしてます。なんかあの辛いラーメン、カップラすごい辛いっていうカップラーメンがあったんですよ。そこになんかこう間違えて一味を。シミか全部入れちゃって一瓶ごと。そのドロドロのスープをねたくさん飲んでましたよね。はい、そういう、いや、あの時なんかそういうそういう企画、じゃあその上行くやつですね。上あるんですよ。お、それよりもっと辛いのが焼きそば、はい、きた、めっちゃ辛い。のこの辺のお店に辛いのがいっぱいあるんですよ。めっちゃ辛い焼きそばあるんで、ありがとうございます。一緒に食べましょうか。じゃあ楽しませていただきます。いや、やっぱりね、ボールは ABS ですね。はい、よかった、強かった。サンブリもいいボールいっぱいあります。はい、ね、間違いないです。めっちゃいいですよね。サンブリもいいボール。今日は ABS チームが勝ちました。そうですね。はい、次はリベンジしましょう。はい。はい。お願いします。次のリベンジをお待ちしております。ありがとうございます。では、罰ゲームにしましょうか。はい。はい、じゃあ食べましょう。はい、太田さんが太田さんは辛い焼きそばを食って何でしたっけ、急性胃腸炎。ガチでですか。私に辛いとダメなのか。